ールドファンには懐かしい、あの無声映画の活弁時代。あるいはアルマンが帰るかもしれないというかすかな望みが、わずかに彼女の命をつなぎ止めていたのであります。昭和6年にマダムと女房の一場面。それにね、あの洋服屋さんが来たのよ。二つが溜まってるのよ。分かっているよ。分かってるならお仕事してくださいな。何時だい？ただいまは12時半。ちゃんと見るかお書斎に置いてあってよ。翌7年4月、東京の弁士学士たちが陶器反対のゼネストを起こしました。普通クビになるという場合はまたよそで雇ってもらえるということもあるんですけれども、あの場合の私たち弁士、また学士ってものは永久にその職業が地上から消えちまうという場合の葬儀なんです。まあ、それだけに悲壮でもありましたし、また初めから実は負け戦と分かっていた人たちもいたと思うんでございますな。と後漫談に転校した牧野秀一さん。ちゃんと輝けば遮る雲の影もなし、我が神風の雪も。第2回法王飛行に今日私が操縦に選ばれまして非常に感激しております。神風の威力によりまして皆様のご期待に沿うべく力の限り飛んでみたいと思っております。神風号は4月9日午後3時30分、日本時間10日午前0時30分、日の出は遅く堂々と着陸、目指すゴール永昌ロンドンに春の社民を演出、ファンとの世界新記録94時間17分56秒を陣地し、ここに青を連絡、記録大飛行を完成したのであります。昭和17年4月18日、米機東京を初空襲。当時これを迎え撃った日本の戦闘機パイロットの語る実戦談。鎌倉の上空1万メートルで8階から調子に向かって逃げる戦隊部だ。パッと突き抜けた時ガソリンが来ちゃいました。やったと思って一度振り返って見とったが、そのまま飛んでいく。一度ダメかと思って一度振り返ったら、この次吉村軍曹の飛行機が早当たりやるかと俺は思った。そう突き抜けた時左の横面からバッと火を吹いて、そのまま敵は散らしていく。ルーズベルトアメリカ大統領は戦争終結を目の前に主張、親しまれた露偏談話の一節です。 I have tonight issued a proclamation that an unlimited national emergency exists and requires the strengthening of our defense to the extreme. ドイツのヒトラー総統は同じ月の30日ベルリン陥落とともに自殺。これは戦争勃発当時。戦争後日本占領軍の最高司令官だったマッカーサー元帥は昭和26年4月11日解任されて日本を去りました。第1回対日理事会での元帥の演説。 Thereby may we further the universal adherence to that higher law on the preservation of peace which finds full and unqualified. その長い占領が終わり日本が独立した翌27年4月28日、吉田首相。終戦以来6名8ヶ月後の年月を経て、ここに完全な独立を回復いたしました。天皇のお言葉。ここに我が国は独立国として再び国際社会に加わるを得たことは誠に喜ばしく、
この式典に臨み、一層統計の念に耐えません。昭和30年4月6日、イギリスのチャーチル首相が引退。エリザベス女王戴冠式の日のチャーチル首相の声です。毎年4月行われるボストンマラソンで、マラソン日本はこれまで3度優勝。昭和30年、浜村選手が勝った時の実況。浜村、あと50メートル、満場の措置であります。沿道の大観衆、浜村2分が終わったの、浜村2分が終わったの、時間の嬉しそうであります。時間の嬉しそう、浜村あと5メートル、4メートル、3メートル、ゴールイン、浜村ゴールイン、浜村ゴールイン行きました。日本のホームラン1点。4月29日は天皇誕生日。この頃はまた菊のカーテンとやらで天皇様のお声が聞かれなくなりましたが、これは最近江ノ島の水族館でクジラの声をお聞きになる天皇様とお笑いになる皇后様です。水の音よく似てんな。